持ってるんで、しっかり結果残せるように頑張りたいと思います。やっぱり一番分かりやすいのが得点を取るってことだと思うんで、やっぱり、まあ、得点を取ってチームに貢献できる部分、しっかり戻るところ戻って貢献したいと思ってます。なんか今日は絶対に取るって自分の中でも決めて、でやっぱかけるが PK もらった時にみんなに蹴りなよって言われたんですけど、なんか変なとこプライドが出て、さすがに初ゴール PK は決めたくないと思って、まあ、外すかもしれないですし、初ゴール PK もあれだと思って、いやもう僕決めるんでちょっと PK は蹴ってくださいって言って、それでちゃんと結果的にゴール試合の流れで掴めたんで良かったです。